はい、どうもりです。今日は、罠を仕掛けていきたいと思います。まあ、罠というと、まあ、トラップを連想しがちですが、今回するのは、ビーコンの罠。これです。この、ビーコンに、ふらふらね、こうやって寄ってきたイカちゃんを、まあ、真横から、倒すと。まあ、おとり作戦とも言うのかな。ちなみに成功したらそこで終わります。で、この罠気をつけなきゃいけないことあるんだけど、ビーコンの近くに潜伏してたら、ビーコンを壊す瞬間にたまたまね、相手の攻撃当たってね、一緒に倒されてしまうってことがあるので、まあ、少しだけ離れたとこにいないと、やられちゃう。だからまあ、ローラーってよりかは、まあ、キャンピングシェルターとかの方が射程長いし、まあ、いいと思うんですけど、なんか自分的には、なんかローラーでパッシャーンって一撃で倒したい。ってことで罠作戦していきましょう。今回のステージここだ。ジャトマとデボン。難しそうだな。デボン海洋とかどうしよう。どうしよう、デボンとか。ここにさ、こう、こういうとこにこうやって仕掛けといてさ、自分ちょっとここに隠れて、金網から、ガラスの上からとことこ歩いてきたイカちゃんをこうやって倒すか。そうするか。あと、この下からね、下から来たイカもこうやって倒せるようにしとこう。ザトーマーケットは、まあ、左が一番広いか、左とか右の広場の方が広いから、一番見やすいような、この目立つとこに置いといて、自分は、まあ、ここら辺からかな。壁から、こんにちは。これを狙おう。よし。はい、マッチングしました。デボン海洋ってことで、ポイントまで行くか。罠のポイントまで行きたいけど、チャーリーだこっち。なんか普通に試合に勝てなさそう。負けたー。はい、マッチングしました。ザトーマーケット。まあさっきね、デボンはちょっと無理だったから、ザトマではなんとかしたい。まあポジションさっきね、決めてた左側行きますか。ちょっとエクスプロシチャーお風呂。ハイドラ、もう射程が長いからちょっとめんどくさいな。厳しいぞ。とりあえず、ここに一回貼って、あれ、ハイドラですね。ここに貼っといて、エクプロもいる。まずお風呂倒す。オッケー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 。ハイドラこっち見てるな。エクプロもいるな、めんどくさいな。あ、なんか溜めてる。危ない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 。最悪ビーコンに飛んでもビーコンからあいつを倒しに行くっていう手もある。行くか。よいしょ。惜しかったね、今。ふっ。一刀両断。おい、ハイドラを倒してくれたわ。まぁ、ちょっと罠としては使えなかったけど、ビーコンとして使えたから行くか。ちょっと罠。罠に来い、罠に来い、罠に来い。ああ、俺の罠が。俺の罠。まあ、俺の罠は役に立っただろ。やばいやばい。オッケー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 。ここ強いぞ。ここに、罠仕掛けて。当たんじゃねあれ。お。やれない？もうちょい上か。危ねえ。全然当たんなかった。ちょっと局者が。ああ、いる。うわあ。罠関係なしにここで倒せるいっぱい。アネエクスプロッシャー倒していくか。お風呂。なんかいけそうだな。あー、壊されちゃった罠。あ、こんにちはです。ああ。こんにちはです。ああ、助けて。結構罠役に立ってるぞ。多分。多分。あ。ああ、イェーイ。寄ってくるね。そいつはこっち来るかな。お味方が抑えてる。ちょっと近づいて。潜伏して。左来たな。なんだこれ。バレた。
逆に自分の罠にやられた今。スーパー着地いきなり使ったと思わなかった。よいしょ。ああ、まあ、やだ。ナイス。ナイス。よし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 。で、まだ綺麗に決まらない罠が。もうちょいやるか、もうちょい。はい、マッチングしました。いや、ザトマ多いな。ザトマばっかだ。嘘じゃん。嘘じゃん。嘘じゃん。でも相手、なんか射程みんな短いぞ、これ。もう。あ、なんかいる。来た。帰った。すでに相手の方が人数少ないんだよな。話しかけて。あ、当てちゃった。帰ってった。ここちょっと塗っときますか。スプリンクラーしか投げてこない、よーし。場は整った。スプリンクラーやだ。なんかスプリンクラーしか投げてこない、金モデラ。降りてこないかな。俺のビーコン壊しに来ないかな。かわいそう、なんか。かわいそうなって言った。やられてる。来るか？来るか？来たー。よいしょー。